はい、皆さんこんにちは、りょうへいです。今回は下半期に突入したということで、これまで上半期に出たダイソーさんのおすすめ商品っていうのをまとめて発表していきたいなと。完全に僕の独断と偏見で選んだアイテムとなりますが、初心者からベテランまで使えるコスパのいい100均のキャンプ道具をご紹介したいと思いますので、一緒にチェックしていってみてください。それでは行ってみましょう。はい、まず一つ目はこちらですね、COB ライト。こちらは330円の商品になります。いや、安いっていうかね、こちらの動画を見ていただくと、もう概要から詳細全部わかるようになっているんですけど、これね、330円で一番すごいのは、100均の商品に防水機能が搭載されたっていう、歴史に名を刻むようなライトになったんじゃないかなと思います。しかも充電式っていうのがめちゃくちゃ激アツな商品です。で、結構コメントでいただいたのが、その充電の容量ってどうなのっていう話なんですけど、ネットで販売されているものだと、この中に入ってるバッテリーの容量が嘘だったりとかね、そういう商品もあると思うんですけど、これは実際に僕が使ってみたところ 200mAh くらいあるんじゃないかなと。まあ、実際中開けてね、チェックしてみてくださいよっていう話もあるんですけど、まあ、330円なので、そこまで厳密にね、晒したりする必要はないんじゃないかなと思います。この商品を1個330円で作っている方のことを思うと、もうそこはもう別にちゃんと使えたので、もうそれでいいじゃないかなと僕は思っています。まあ、といろいろ話しましたけども、とにかくこれ一つ持っておけば、もうどこにでも使えるアイテムになっていますので、もし見つけた際は購入してみてください。関東にはね、結構置いてあるところあると思うんですけど、あの西日本の方にはね、あんまり置いてないっていう噂が結構あります。まあ、ちょっとまだ手に入ってないよっていう方もいると思うんですけど、見つけた時にはね、必ず購入すると、たった330円で幸せな気持ちになれる、満足感の高いアイテムになるんじゃないかなと思いますので、ぜひゲットしてみてください。じゃあ次、はい、お次の商品はこちらで、アルミテーブルミニサイズ組み立て式ということで、これは1000円の商品なんで、ちょっとね、100均からしたら高いなと思うんですけども、軽さとコンパクト性で言うとめちゃくちゃ使える商品になっています。徒歩で行く方とか、バイクで旅する方で、やっぱ地べたに直接物を置きたくないなっていう方とかは、すごくおすすめの商品ですね。まあ、組み立ても結構簡単にできるので、1000円っていう価格がね、500円だったらもっとね、嬉しかったかなって気もしますけど、まあ材質がアルミなので、しょうがないところもあるのかなっていう感じですね。まあ、これも旅を良くする方は1個持っておくといいアイテムだなと思います。まあ、逆に登山とか、そのコンパクトなキャンプをしていない方、そういう方にはもっと大きいテーブルをね、ちゃんと最初から準備した方がいいのかなっていう感じがしますね。はい、じゃあ次。はい、お次はこちらです。アウトドア用マグカップ、これ 500ml と 700ml のマグカップです。この商品はね、つい最近発売されたものになるんですけど、マグカップなんてね、これまでたくさん出てるんですけど、これの何がいいかというと、こうね、こうスタッキングできちゃうっていうところが、コンパクトに収納できて使いやすいアイテムになります。で、1個200円なので、あの結構高いマグカップとかを買わなくても、もうこれで十分だっていう方は、これ最高におすすめです。特にこれも旅をされる方にはいいんじゃないかなと思います。で、これ 700mm の方はね、結構深さもあって、鍋としても使えます。ただこれね、一応直火は禁止になっちゃってるので、直火で使うときは自己責任になっちゃうんですけど、僕の経験上ね、余裕で使えますっていう、そういう商品ですね。はい、じゃあ次。はい、お次の商品はこちらです。ランタンポール、これもね、すごいおすすめの商品です。なぜかというと、これまでね、めちゃくちゃダサいなんか水色のランタンポールはあったと。しかも1000円でした。これね、700円なんですよ。まあ、ネットの価格を見ても700円はね、かなり安いです。で、これの面白いのが、ここバンジーコードというか、中にゴムが入ってるんですよね。これちょっと分かりづらいですね。はい、こんな風にね、ゴムが入ってます。で、こういうランタンポールってなんかね、毎回こうくる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 ねじって止めなきゃいけないっていうね、結構めんどくさい機構になってるものが多いんですけど、もうこれはスコッと入れるだけ、こういう風に折りたたんでもバラバラしないし、組み立てる時もこうパッチパッチパッチとね、簡単に組み立てることができるっていうのが、700円で手に入るのはめちゃくちゃお安いので、まだね、こういうの持ってない方はぜひこれ購入することをお勧めいたします。じゃあ次。はい、お次の商品はこちらです。これ何かというと、そうです、こちら焚き火シート。これかなり大きい商品で、サイズが
短い方がこれ60センチ、長い方が80センチっていうのでかなり大きいです。でこれも前紹介した時になんか表面チクチクしますかっていうのでコメントいただいてたんですけど、これ系の商品って結構チクチクするやつがたまにあるんですけど、新品の状態であればそんなチクチクはね僕はしません。ただ肌の弱い方はする人もいるのかなっていう感じですね。で多分使ってるとね穴とか開いてそこら辺がボソボソになって触るとチクチクするっていうのはあるかもしれないんですけど、僕は今のところね全然大丈夫です。でこの焚き火シート500円っていうのがねめちゃくちゃ安いんですよね。これはねもう消耗品になるので500円で購入できるっていうのは本当にねありがたいです。なのでまだ焚き火シート持ってないよとか、あそういえば使ってなかったなっていう方、この動画を見てる方はねそういう方ほとんどいないと思うんですけど、ぜひそういった方もね500円で購入できるので使ってみてください。こちらはね本当におすすめです。で長持ちさせたい時はこれ、この焚き火シート、これは300円でこっちの焚き火シートよりちょっと安いんですけど、これをこの焚き火シートの上に敷いて使うっていう風にすればもうちょっと長持ちして使えるのかなっていう感じなので、ぜひそういった使い方もしてみてください。これもダイソーさんの商品です。はい、じゃあ次、はい、じゃあ次なんですけど、こちらの商品はねギリギリ上半期ではないと。そうです、ハンギングラックですね。これもコードがついててパチパチパチとね1ステップ2ステップくらいでも簡単に組み立てることできるんですけど、価格もねすごく安くて、価格が700円ということで、めちゃくちゃ安い商品になってます。まだハンギングラック持ってないなっていう方はねぜひ購入していただきたい商品の一つです。これめちゃくちゃおすすめなので今回紹介させていただきました。ぜひね、で他にもオプションというか別売りでハンギングオーガナイザーっていうのも売っているので、それも一緒に使うと収納力が抜群に上がります。でキャンプサイトもすごいかっこよくなるので、100均のキャンプ道具でキャンプに行ってる方には、ね、本当におすすめなのでぜひゲットしてみてください。じゃあ次で、以上で上半期のおすすめアイテムもあるんですけど、ちょっとおまけで一つだけね紹介したいなっていうのがありまして、これ今までキャンプでよく使ってきました。こちらです。はい、ダイソーの500円の商品になるんですけど、折りたたみ傘かっこ軽量っていうことで、これなんとですね 100g しかありません。こんな軽量でねコンパクトになる傘が500円で購入できるっていうのはねもう本当にすごいことで、某メーカーさんとかだとこんなのね3000円4000円するところもあります。だけどこれは、それなりの大きさがあってワンタッチで広げたり閉じたりできて、しかも重量 100g っていうね、めちゃくちゃ軽いコンパクトな折りたたみ傘、それがなんと500円。これはキャンプとか旅とかそういう徒歩でもね、持っていくと急な雨にも対応できるし、カッパとか脱いだり着たり大変なので、さっとねちょっとトイレ行く時とかお風呂に入りに行く時とか、そういう時にパッと刺して使えるっていうのがものすごく便利なアイテムになります。 100g しかありません。もしこれをね見かけた時はぜひ手に取って確認してみてください。多分ねうわ軽いなってなっちゃうと思うので、ものすごい便利なアイテム最後にご紹介させていただきました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回ねかなりブラックなキャンプギア多かったと思います。ダイソーさんも昔はなんかカラフルでね、すっごいどうやったらこんなダサくなるのっていうような商品いっぱいあったんですけど、すごいシンプルでスマートな商品がねたくさん出てきました。まあ、これからちょっとずつね涼しくなってキャンプの最高なシーズン突入っていう感じなんですけど、キャンプ道具としてはもう落ち着いてきて、そんなに新しいもの出ないんじゃないかなと思うんですけど、下半期はねどんなものが出るのか、もしかしたらもう全然出ないかもしれないんですけど、これからもダイソーの商品とか100均のキャンプアイテムをね追っていきたいと思います。はい、というわけでこのチャンネルではこういったキャンプ道具、100均のキャンプアイテムもこうやって、今までそうだな1000個くらい、ダイソーさん、キャンドゥさん、ワッツさん、いろんなところでね、セリアさん、いろんなところで購入していますので、もう大体ねどれが本当にいいのか悪いのかっていうのも分かってきてます。であとキャンプ動画とかも出したりして、100均のキャンプ道具だけでキャンプ行ってみたみたいな、そんな動画も出してますので、このチャンネル登録しておいて絶対損はないので、ぜひ今チャンネル登録しておいてください。でもしこの動画が良かったら次の動画のモチベーションになりますので、グッドボタンもねよろしくお願いします。リクエストとかね質問何かあればどんどんコメントの方もよろしくお願いします。あと皆さんのおすすめのキャンプギアもコメントで教えてください。あとツイッターとインスタグラムもやっていますので、もし興味のある方はフォローしてみてください。
はい、というわけで本日の動画は以上となります。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。したけー。